行ってきます。あら、お父さんどこ行くの？今日は接待でゴルフなんだよ。ちょっと、少しは家にいてよ。そうよ、昨日も帰るの遅かったし。しょうがないじゃないか、これも仕事なんだよ。それに、お前たちももう赤ちゃんじゃないんだし、お父さんいなくても大丈夫だろ。お父さん、家族時間って言葉知らないの？家族時間？そう、家族時間とは子育て中の家族が話し合い、楽しみ合い、協力し合うため共に過ごす時間のこと。平成20年11月に福井県が実施した家族時間に関するアンケート調査によると、およそ 97% の親が家族時間を増やすことが大切と答えてるんですって。でも毎日保護者と子どもが夕食を揃って取る家庭はおよそ 50%。 過去1年間の家族時間の長さについて、十分、おおむね適当と答えたのはおよそ 60% 程度。つまり県内での家族時間の取り方は十分とは言えず、今後さらに家族時間を増やしていかなければいけないんですよ。どうしたの母さん。それにしても家族と一緒に過ごすことは子供が大きくなっても大切なんだな。そうよ、特にお父さんは平日遅くまで働いていて、休みの日にしか家族時間作れないんだし。よし、これからは家族時間を増やすぞ。福井県では家庭の家族時間を増やすための取り組みの一つとして放課後活動定休日を実施しています。これは毎月第3日曜日の翌日の月曜日、小中学校、高校の放課後活動や部活動などを休みにするもので、家族みんなで夕食が取れるようにと県が推進しているものです。皆さんも家族時間を増やしてください。また毎月第3日曜日は家庭の日、家族ふれあいデーです。第3日曜日を挟む明日からの3連休を家族みんなでお過ごしください。